ケイトが何か？大事な話の途中でお前が割り込んできた。彼女はまた別の問題だ。ケイトは悪いことしてません。いいか、これはケイトだけの問題じゃない。学校の生徒全員の安全に関わることだ。お前も含めてな。監視カメラで安全が守れるとは思えない。ならグラント先生の署名運動で行方不明の生徒が見つかるのか？レイチェルを見つけるのは警備主任のあなたの仕事じゃないんですか？それともレイチェルのことで何か隠してるとか？お前と口論するつもりはない。言い争いはもうたくさんだ。話は以上だ。これ以上お前と話すことはない。時間あるし、ウォーレンに会いに実験室に行こうかな。ルークって電話を盾にして人を避けてる。買ってたよ。ジュリエット、ザッカリーに容赦ないな。グラント先生はいい人だし、頭がいい。本物の先生。グラント先生。マックス、いいところに来てくれたわね。署名をしてくれなかったのは残念だわ。あなたの一票が結果を左右していたかもしれないのに。私は今、秋ならではの写真に夢中で。先生も秋が一番好き。季節が移り変わるのはいいものね。この学校のキャンパスは特に綺麗だし、ジェファソン先生もよく写真を撮ってるわ。ジェファソン先生はどんな人ですか？才能豊かで教師としても優秀よ。この学校では私の方が古株だけど、名物先生といえばジェファソン先生ね。それに本格的な秋はまだまだこれから。昨日の雪ですけど、科学的に見てどう思いますか？説明のつかない気候の変化。ネイティブアメリカンは違う解釈をするでしょうけど。署名運動は順調ですか？誰かさんの署名がまだね。誰とは言わないけれど、みんな SNS を見るのに忙しくて署名どころじゃないのね。そうやって大事なことから目をそらしている隙に、いつの間にかプライバシーが奪われていくのよ。でも監視カメラ自体が悪いわけじゃ。マドセン主任のような人に悪用されるわ。あの人と一緒にしないでください。わかってる。私はただこの学校をあの人の横暴から守ろうとしてるだけ。すみません、私そろそろ行かないと。それじゃまた今度話しましょう。近いうちにね。それじゃまた今度話しましょう。近いうちにね。ダ・ヴィンチは天才。ガラスに触ったらみんな起きそう。何も起きないか。どっちかな。ブルックはいつも私に対してよそよそしい。ブルック、マックス、どうしたの？よく考えればわかるはずだ。ドローンは順調？駐車場で飛ばしてたらグラント先生に没収された。監視カメラがどうこうって。ウォーレンの車なんか監視するわけないのに。ついでにウォーレンに GPS つけたら？そっちこそウォーレンにつけられてない？ごめん、もう行かなきゃ。ああそう、それじゃあね、バイバイ。ちょっと今ゲームしてるから後でね。脳を持ってこいってね。魔術師さんが頑張ってる。ウォーレン、大丈夫？浮かない顔して。悩み事？マックス、ちょうどいいとこに来てくれたね。ちょっと実験のアドバイスが欲しいんだ。ウォーレンにもわからないなら無理だって。カリウムとナトリウム、どっちを入れたらいいと思う？教えて、マックス博士。そうだな、じゃあナトリウム。
本当に？マックス様のご信託を信じるよ。それじゃあ仰せのままにナトリウム投入。ダメだ、失敗、変化なしだ。ウォーレン。マックス、ちょうどウォーレンにもわカリウムとな。なんで私に聞くのかわからないけど、そうだな、カリウム。はい、カリウムね。うまくいったらハグしてあげるよ。おかしいな。ダメダメ科学者だな。脳を持ってこいってね。本物の骸骨は使わないの？こんな状況で何もしてくれないんですか？ケイト、僕の立場も分かってくれ。私の立場は分かってくれないのに？本当はどうでもいいし。エヴァンのボルテックスクラブなんて気に。お、マックスじゃん。また後でな。ほっといてって言ってるでしょ。エリートってパーティーしないと生きていけないの？また姉さんが誰かに薬を飲ませるかも。先生、いろんな問題のある生徒の相手してるんだろうな。ああ、マックス、ちょっといいかな。はい。元気がないな。何か心配事か？ジェファソン先生、今いいですか？今日こそ課題を提出してくれるのかな？それとも何か別の話かい？実は折り入って相談が。ケイトのことが心配なんです。ああ、噂は聞いたよ。ケイトと一緒に警備主任と口論したんだって？マドセン主任がケイトを怒鳴りつけていたので止めに入ったんです。とても見過ごせなくて。なるほど。マドセン氏ならあり得ることだが、彼に非があることを示す証拠はあるかな？私の証言だけじゃダメですか？迷ったんですが、写真は撮らなくて。迷ったら撮る。写真における最も基本のルールだ。いずれにせよ、この件は学校側にきちんと報告する。例の動画のことは知っているね。ケイトは取り乱しています。毎日嫌がらせをされて、宿題も手につかないぐらい。ケイトにも問題があったのでは？彼女の説教が疎まれていたのは事実だ。隠し事をしているようにも見える。ケイトと直接話したかい？はい、今朝電話で話しました。こんな時は友達が支えてあげないと。ケイトまでレイチェル・アンバーと同じになってほしくないんです。レイチェル・アンバーとケイトに何の関係があるんだ？街中にビラが貼ってあるので、どうしても頭をよぎってしまって。レイチェルのことは気がかりだが、君は自分の心配をした方がいい。ウェルズ校長から女子トイレでのことを聞いたよ。本当のことです。ネイサン・プレスコットが女子トイレで銃を持ってて。マックス、これは冗談じゃ済まされないぞ。私が嘘ついてるって言うんですか？作り話なんてしませんよ。だといいんだが、ただここ数日君の周りではいろいろあったようだからね。でも先生、私本当に。ちょっと失礼。
もしもし。ああ。ああ、ちょっと待って。すまない、大事な電話だ。教室に入っていなさい。ステラはいざこざに首を突っ込まない。このポーズどうかしら。最高だね、デナ。アリッサって授業のために生きてる感じ。目線くれるかな。レイラ、どう？綺麗に撮る。あとにして、今考え事してるから。ダニエルはいつも輪の外で見。何してるの？ヘイデンの撮影会が済んだらデーナをスケッチするんだ。デーナ、注目されて嬉しそう。後にしてくれるかな。今フォトセッション中なの。ヘイデンは嫌いになれない。だって悪いけど今はちょっと忙しいんだ。ここに座ってたらマックスは怒ると思う？ああ、フォトセッション中だから後にして。だからなんだって話だが、ジェファソン先生に言うんじゃない。くっとるな。マックスの話なんか誰も聞きやしない。無視されてる。でも昨日話せてよかった。ビクトリア、気をつけろよ。汚ねえタレコミ屋のお出ましだぜ。私と親友になれたとでも思ってた？思ってないよ。ただのかまってちゃんだからな。何でもいいけど、そこどいてくれる？どうぞ。記念に自撮りでもすれば。いいかてめえ、覚悟しとけよ。何なの？どうしてデイビッドがケイトの写真を？意味わかんない。何がしたいの？今いいかな？ウォーレン、ケイトを見かけたけど目真っ赤だった。ケイトは今ちょっと大変で。何も言わないし、かける言葉もなくて。そこの君、このクラスの生徒じゃないな。早く出なさい。他のみんなは席について。じゃあ後でね。今日も話すことがたくさんある。さて、みんな揃ってるか？ケイトはどうしたんだ？あら、有名人は大変です。自分の本が出せるなんて先生はやっぱりすごいよね。具合が悪いって言ってました。ネットで拡散されている動画が話題になっているようだな。映っているのはある生徒、友達かもしれない。自分の実像とかけ離れたイメージが世間にさらされるのはどんな気分だろう。自分の欠点から目をそらし、他人を批判するのは簡単だ。リアリティショーの影響もあるだろう。だが、批判すべきは自分自身の行動だけだ。ケイト、授業に来ないのかな。心配だな。提出せずに後悔する。とは自分だぞ。まだ出してない人がいるな。マックス、君もその一人だ。さて、みんなシラバスを読んできたな。今日のテーマはキアロスクーロだ。光と影のコントラストと指す。これによって写真には視覚に訴える力が宿る。陰と陽の関係とも言える。モノクロ写真は白と黒のコントラストによって魅力を発揮する。まあ厳密には。おい、女子寮がすごい騒ぎになってるぞ。来てみろよ。授業中だぞ、邪魔をするな。みんな勝手に席を立つんじゃない。まっ